はい、プロが教える知って得するリフォームの情報ニュースということなんですけども、今回は、きちんと工事してくれるかやっぱり不安なんですけどという方、多いと思います。リフォームはね、いろんな変なイメージが多いので、なんかまあ契約まではすごい人がいいんですけども、でも実際工事ちゃんとしてくれるんでしょうかという疑問ですね。あと欠陥工事が見つかったらちゃんと直してくれるのかな。漫画の中でもお父さんが言ってますね。はい、大きな工事じゃないしということで、疑問を持った場合、こういう仕組みがあります。はい、その安心する、まあ、方法の一つとして瑕疵保険っていうのに入ることができます。瑕疵保険って名前が難しいのなんですけども、瑕疵っていうね、まあ、隠れたる傷っていうんですけども、まあ、万が一、欠陥工事があったような場合、保険金が降りるというものです。で、まあ、入るためには第三者の、検査もありますので、まあ、その業者だけでなく、第三者の目で見ることも可能です。で、安心度合いが増しますという保険です。では、その瑕疵保険なんですけども、まあ、勝手に入ってくれるかというと、現状、そういうことはありません。まずですね、その契約をする会社が瑕疵保険の登録事業者になっているかどうかという問題がまずあります。なっていない会社もたくさんありますので、契約する前にですね、瑕疵保険に入っている業者かどうか、聞いてみましょう。調べることも可能です。それでですね、瑕疵保険に入っていたとしてもですね、まあ、当社もそうなんですけども、すべての工事で瑕疵保険に入るということはありません。結構瑕疵保険に入るのにも費用がかかりますので、お客さんによっては、特に必要ない、もしくは、よくね、伸びのお客さんなんかで知ってて、別にいらないよっていう方も多いので、瑕疵保険に関しては自分から言わないと現状なかなか買ってくれないと思ってください。どうしても心配な場合は瑕疵保険について一度相談してみてはいかがでしょうか。入る入らないは、説明を聞いて、費用対効果を考えてからで大丈夫なんでしょうか。はい、それではまた。はい、こちらでも紹介しました、住宅リフォームガイドブック漫画でわかるというものですね。これは国交省が出しているガイドブックなんですけども、当社の施工範囲のエリアの方には良ければ、無料でプレゼントしています。説明文から、当社へ、リフォームガイドブック希望とお知らせいただければご郵送させていただきます。それではまた。